香ばしいいい香りが漂っていますよ。今日から大通公園の名物の味が復活です。コロナ禍が落ち着き、予想を上回る売れ行きで在庫不足となった札幌大通公園のトウキビワゴン、一時臨時休業した後、道内産の別の品種で営業を続けていましたが、後志の共和町で今年収穫されたトウモロコシが入荷し、今日からいつもの味が復活しました。美味しいです。めっちゃ暑いけど美味しいです。かなり落ち込んでましたけども、やっとほっとしました。入荷しためぐみゴールドは強い甘みとみずみずしさが特徴です。1本400円で販売されます。